さあエース対決となった今日の試合、マリーンズの先発、今季初登板の佐々木朗希がマウンドに上がります。昨シーズンは7勝4敗防御率 1.78 という成績の佐々木。初球大きく外れています。156キロがいきなり出ました。ボール先行、次は入れていきたいところ。ストライク、見逃しました。打ちました。友杉アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは2番に入っている西野。佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。マリーンズ先発マスクは佐藤、ピッチャー佐々木とのバッテリーです。高めのボール、ファウルになります。ファウルになります。見送っています。ボール、低め外れました。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。このボールは外れてフォアボール。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。最後にいいボールでしたけどね、うまく見極められましたね。インサイド空振り、スピードボールを持っています。アウトローを見送ってボール。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。打ちました。ボテボテ、ショート前に来る前に来る、アウト。一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。バッターボックスには4番の森。ゲッツー崩れでランナー残りました。川上さん、先発立ち上がりの印象としてはどうでしょうか。まあランナーは許してるんですけどね、投球自体は悪くないんですよね。まあしっかりここで切って攻撃につなげていってほしいですよね。なるほど、そうですね。これはバット出ず三振です。いい球を見せました。